おはようございます。ティレット申します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。先日ですね、まあやっぱり、まあ、ツイッターでさ、フォロワー FF っていう、まあよく言いますけど、まあね、セフィロースじゃないんですよ。 FF って言ったからで僕はすぐセフィロスの編、ね、編集すると思ったら大間違いです。はい、FF 内で、まあ、例えば、やってないゲームのコードを手に入れることって、まあ、なきにしもあらずじゃないですか。なんか、付属品を買ったら、そのゲームの、まあ、コードがついてきちゃったよ、みたいな。そういうこともありけりですよね。まあ、で、その人がコードを持て余して、FF 内で、まあ、ポケモン GO やってる人いるって。まあ、僕結構ね、ポケモン GO そこそこやってる方で、二人でミュウツー倒すぐらい。まあ、結構これすごいことなんですけど、二人でミュウツー倒すぐらいまではやってるんですよ。まあ、やってるぜって言ったな、僕が。で、その人がね、まあ、コード持ってたと。はい。自分たちがリプで会話してる時に、コード持ってるよって話だったんですよ。うん。そしたらね、急にね、そのリプについたのね、FF 界からのね、コード欲しいです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 、お前は一体誰本日使っていくモンスターはですね、ミミッキュー踊る宝石一空箱森ダンジョンの物質系です。ここを真ん中にすると低音の刺激で粉砕するモンスターが生まれます。実はまあ僧侶でもそうなんですけど、森ダンジョンチームって意外とその補正が強いんですよ。テロップで出しとくけど、賢さが50も上がるっていう有料特性なんですよね。ただ問題はその賢さを生かすようなやつがあんまいないってことなんですよ。森ダンジョンで呪文使えるやつってあとタホドロキぐらいしか知らないですよ、僕。他にいるかもしんないけど、今投げてって言われたらタホドロキなんだよな。ちょっと待って、え、あ、ちょっと待って、え、あ、あ、よかった、そっちなら大丈夫。びっくりした。もういきなり出花くじかれると思ったわ、こっちは。おちょ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 、出花くじきすぎやって、出花をくじこうとするな。はは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 。おやすみー。本日はこういう感じでね、何一つ動けない実況になると思います。よろしくお願いします。いい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 、お前らもう攻撃する気ないやないか。なんや、一戦目からすさまじいことだったのな。はるかー、お前何もしてない。さあ、唯一動けたミミックと、いけマーマイヒール俺こっちも何をしとるんや、俺らは。いや、お互い攻撃してないやんけ、よく考えたら。そうか、ミミッキューそうや、お前そうか。残念なことに A バスがそっちか。まあ、混同しとったわ、こっちも。お互いがね、状態異常を掛け合う泥試合が始まってます。来た、ようやく来た、はるか行け炎の呪文炸裂だー。このメラが、まあ、過去の動画でも何回か言ってるんですけど、メラ撃てるモンスターは何体かいるって、いったー撃てるモンスターは何体かいるんですよ。その中で、解説が違うんですよね。メタルスライムゴーストは同じなんですけど、ハルカンだけ、この踊る宝石ちゃんだけ違うんですよ。いけする気を噛みつく、はい、よいしょ、もういいね、いい火力出んね。一食箱いけ、飛びついて丸勝ち。うわー、はーい、超攻撃型モンスターだけあんじゃん。今回はオフェンス面は完璧だと思いますよ。人食い箱も、まあ、はるかもメラか。うん、まあ、ちょっとね、言うんだったら、無駄行動が非常に目立ちます、この2体は。今回のチームはあれですね。ワンにいますね、全員。珍しいね。今回はワンの統一性が非常にある。ただ、モンスターマスターで、ゴリッゴリに今回強化してあげてるんですけど、そうでもしないと、HP が、まあ、悲惨でした。すっごく悲惨です。さあ、上がった賢さ振るってこい、ハルカン！メラーを唱えた！はい！はい！そういや、そうやった。今思い出した。ハルカンすげえ適当なんだったな。お前、あぶれ！そうか。お前メラを的確なところに打てないんだって。はい、よいしょ、あんなに押してるのに。お互い外し合うな。今日泥なんだよ、お前らの試合が。いけ、俺行くぜ。うーん、打撃体制の上がこんなもんか。しゃあないな、これは。
なんだ？ワンの頃は超攻撃型モンスターだった人食い箱こんな感じですけど、まあ今のところ。コロコロコローってなってくれましたけど。人食い箱はね、マルカジーもギラも攻撃技で、オフェンス面は完璧なステータスなんですよ。で、ミミッキュー？この、ミミッキューはね、パンドラボックスや人食い箱と大きく違う点は、打撃耐性持ってくれてます、こいつ。はい。ありがたいっすよ。まあ狙われるのは人食い箱ですけどね。打撃耐性持ってるってことは、まあまず狙われんわ。あー、サイコロのやばいかも。みんな吹き飛んでる。あ、みんな吹き飛ぶかも、これ。やっほーみんな吹き飛んじゃったよ。メラを捉えた！ほい！どこ撃っとんちょっとどこ撃っ、もう多分ダメだよ。あいつダメなんだよ。魔法トーンもな、正直魔法トーンが刺さる相手も少ないしな、ぶっちゃけ言うと。いや、スノキは、ほら、うん、いいね攻撃面を見せてやる。お前らの攻撃面見せてやる。行くぜマルカジオ、ほらなんでそんなポコ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 と外してんの、バックルちゃん。バックル痛恨必中技って知ってるかい？バックル痛恨必中技のための要因が足りないってか、若め王子呼んできた方がいいちょっと待って、やめて。ああ。いけミミッキュー決めてやれ、鋭い牙で噛みつく、はいオッケーあれ、お前ら会心全然出ないな、そういや。あ、これは期待できそうですなこれは期待できそうだわ。いろんな、もういろんな方面から言わせてもらうわ。これは、まさかの下克上あるやもしれませんよ。こんなね、宝石商たちに負けてまられませんけどね。とりあえず開幕一発！記者岡がいっぱいできたぞ！みんな、一緒にサルビーダンスびっくりサタンもいたからね、一戦目の。びっくりサタンも共演してくれました。さあ、大魔王の攻撃は、やっぱり人食い箱がね、みんな守りも低いしな。ポコポコよう狙われるもんですわ。そうですね。ああ、人食い箱が麻痺ってしまうのはもう仕方ないと言えるでしょう。箱系モンスターはね、あんまり状態性良くないんで。残念ながら。まあ、ミミッキーはそこそこ頑張ってくれるんだけどね。割と強いと思ってる。甘い気も使えるし。ほい！あ、いい！ハルカンやるじゃん！キラキラスパーク。キラキラスパークね、魔法トーンとメラだからな。魔法トーンするんだったら、なんかサイレスでいいなーってなっちゃうけど、今回は意地見してくれますよ。森ダンジョンの相性で上がった賢さプラスマスターダブルスキャンだから、弱いわけはないんだよね。確かに。いや、どうしようかな。ちょっとチキりたいな。大魔王のためにちょっとここは、チキっておきたいかな。これをした武器よ。この SP した武器、この、踊る宝石とミミッキュが遊び出す可能性がすっごく高いんですよ。言うた瞬間からね。あ。これは地匠。これは地匠です。間違いなくミミッキュ。今、地匠です。賢すぎます。彼は。おっと、ギラ行ったか。さあ、賢さの上がったギラー、まあ、もう勇気は十分。火力も十分。彼女の今まで15分。ちょっとまさか。で、バルボロス寝るなんて思わないでしょうが。行くぞ、はい、行きましょう完璧にリーサル決めたわ。うん、かっこよかったぜ、お前ら。これやってくれそうな気がする。赤身行政も勝てるじゃねえか、こいつら、もしかして。さあ、エルギオス、来ましたね。赤目ですねうん、いいじゃない。その方が燃えますよ。ワンのモンスター3体で挑む、2の最終期の大魔王ですか。なかなかね、いい気な戦いですよ、これ。今回はでも勇気がすっげー溜まってる状態なんですよね。これは非常にでかい。さあ、メラーがどんぐらい取る？はい！うえ！まあ、十分。でも、会心打点がポンポンポン出してくれれば、人食い箱やミミッキーが、バックル立ち返る。お、いいね！いいよけ！はるかんいいよけだ！それは。いいよ！鋭いつきます、はい、よいしょ、打撃耐性が濃厚、ゲッ、丸かじり、ほい、うわ、火力すげえな、お前。
とんでもない火力してんなお前。どうしようかな、無理だよな、まだまだ攻めれねえよな。ここのターン防ぐか。いやでもな、多分防いでも防ぐことってできないですよそもそも。まあここは気合で耐えてもらうか。え、悲しい。え、誰行くの。いや、一食い箱。あ、え、ちょっと待って。うわ、おっと、おっと、すごいことになっています今。おっと、一食い箱すごいことになっています。避けるはずもない一食い箱がコロコロコローンと転がっております。嘘でしょ。え、嘘だろ。いや、まだだ。反撃ののろし上げろ。ノーいける、炸裂だー。うー、ええあの、停滞強すぎません？丸かじりー。あー大ピンチ、窮地に追い込まれました。まだだ。ここは3ターン目イテツカードを使う可能性、エルギオスあるから。エルギオスね、3ターン目イテツカードあります。なのであえてここはね、攻めに出る勇気が溜まってるからこそできる技。え、え、もう取るわけないじゃん。あと2体ハルカンたちが遊ぶかもしれない。え、あ、え、え、え、おっと、相手の攻撃費、え、イテツカードを使う可能性があります。 50% でね。なんで最後お前避けてんだよ。なんで最後お前避けてんの。え、おお。まあ、荷が重すぎたかな。思い出にはならないです。2の最終期大魔王には勝てないことがちょっと濃厚になってまいりました。ですが私諦めきれません。ライアンでも倒したんだからね。ライアンでも倒せたんだぜ、行こうや。この一発撮りで、ね、ダークドリアムの登場です。ちょっとなんか俺こういう奇跡見てみたくて、つい賞賛がないわけではないですよ。言うてもこっちはね、会心ポンポンポンの可能性だってあるし、な、ライアンでも勝ててるんで、ライアン。あの、ライアンって。ライアンでも勝ててるんで、ライアンって。ちょっと待って、同じ、その味、ホルサー同じユニットの高とのちょ、今日バックルがバックれてんだよ。バックルバックれすぎなんだよ、お前。今日お前のさ、得意の会心率が全く一気してねえじゃねえかよ。まあ、相手使うと減らされると。まあ、5ターン目にね、こいつ皆さん大好き5ターン目のイテツカードを通称アーを使うことはないんで、まあ、ゆっくり戦っていきましょう。ゆっくりね。はい。あー、まあそうだね。ハルカン頑張ってる方だとは思うんだけど、それでもこんなもんか。耐久ラインも不安なとこだしな。バックルも、ハルカンも。いけ、難しい。ほい。ちょ、だからさ。ちょ、だからさ。バックルワンの頃もっと強かったんだけどな、君もな。もう超攻撃型って感じで、強かったんだけど、まあまるかしりがもう魔人斬りなんかと思うぐらい当たりませんね。さあ、ギガスローが飛んできました。ちょっと大丈夫かな？うわうわ、まだ、焦るのは早いっすよ。まだ大丈夫でしょ。ちょっと待って、ギガスローでこんな飛んでくるのが君たち。あれ？白目？まだ白目よ。まだ白目ぞ、これ。え？いや、まだいける。まだいける。バックルが2発外してんだもんな。バックル痛恨必要だって知ってるかい？お供が違うって？え？え、おっと、相手の攻撃。え、まさか。まあ、物質系、硬さを見せますよ。おー！まだだよ。このターン、イテツカードで遊ぶ。まあ、どうせ、このターンをイテツカードで遊ぶ可能性だってあるから。まず、ここをしのぎで、天使に打たせれば、普通にあるよ。まず、ここしのごうか。まず、ここしのぐ。そして、次のターンに、天使の歌を歌えば勝てるかもしれない、本当に。よし、いいよ。おーし、よし。天使の歌。ここで天使、あ、勝てるやん。あ、なんだ、勝てるじゃん。
よかったよかった。安心、一安心やわ。ダークドリアムのね、ちょっと行動が出れてくれたおかげもあるかもしれん。すべて、タクをさ、おたけびいてはのタク全部いてはにしてあるもんな。よかったわ。助かった、助かった。これはマリベルですよ。これはマリベルで勝ち確です。いや、大丈夫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 。まあまあまあ、安心、安心。一安心や。なんだ、勝てんじゃんほら、勝てるって言ったじゃないですか。わぁ勝てるって言ったじゃないですか。ワンのモンスターたちだってね。うん、まあ、まだね。まだまだ、若いもんには負けんぞと。おー安心。はい、ハルカン安心。よし、ハルカンで一安心させてくれたわ。ところで君は一体もう前、もう君は魔人斬りかなんかしてんのかっていうほど命中率が悪いな。バックル、何してきたんだい？お願いします！ベストモア様、余計最強、イオグランデ！よし！抑えたね。なんとか抑えたね。ギリッギリやったけどな。あら、ダークドリアムに勝ったのはなかなか、君たちやれるってところを見せてくれたんじゃないかい？ああ、もう次はダメだと思うよ。なかなかやるようだな、ワンのモンスターたち。だが、真の力を解放した私と戦ってみるか。ああ、もうさすがに荷が重いかな。ただし、勝算が全くないわけではないですよ。よくよく考えたら、ワンのモンスターでね、ダークドリアム挑むなんて、過去何回やってるんですか、僕。なんだったら、鬼コンボ最強伝説ではね、アークデーモンやね、大きい打ちだって活躍してましたから。まだまだ。もうジェイガンよ。俺らはジェイガンの気持ちになる。行け行け行け！バックル？ギラじゃない。てか、何をしてるんや。お前逃げるな。行動逃げるな。行動逃げるな。あかんから。それは無理やって。いくらなんでも。大丈夫か大丈夫か君たち。オッケー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 。炎の呪文炸裂だー。よし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 。いいよ。まずはか、ね、風のマントはどうも、うんだ、こんなん食らったエリアもういきなり帰ってないへんで。すごいからな、これ。波耐性やったら300ぐらい持ってかれるからな、一体。これが2頭飛んでくるから、鬼コンボ、まあ、鬼コンボとかもすごいことになっとったしな。鬼コンボ、ダブルギガスをすごいことになっとったな、鬼コンボ。俺、覚えてるもん。まだ覚えてるわ。2の合体モンスターでも勝てなかった相手が1、3、会心の一撃なんだ。よし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 、いいよ。凍てつく波動なら大丈夫だ。大丈夫、大丈夫、まだ大丈夫だよ。さあ、ミミッキュー、そして、バックル。お前らの会心打点にマジで期待しないとダメだ。その二つがあれば、打撃体制の上から、この6800を削り切れる。いけ！いけ、バックル！行くぞ！ほい！バカ野郎！定期的に外すな！うわ、なんか、安心と安定の命中率やめろ！おらー！オッケー！オッケー！お前が言ったかなんでお前らは、揃えも揃ってさ、ボコボコ外すの。ミミッキュー、いけ、ミタマ！よし、よっ！よしよし、とりあえず、とどめボーダー持ってってくれ。とどめボーダーさえ持ってけば、勝機は見えるってことになる。うん。ここ大事よ。ギガデインってさっきさ、思ったんだけどさ、ミミッキュー飛ぶよね。雷弱点だからね。どんなもん？耐えろ！うわぁ！おほほほほ。ちょ、マジマジマジで言ってる？ちょ、勘弁してくれ！勘弁してくれ！勘弁してくれよ、もう！バックルってこんなにまでかしやすっけ？命中率いくつだっけな？確かに命中率悪い技であるけど、その代わり回心率がめちゃめちゃ高いんでしょ？お前どんだけ外せば気が済むのよ！あ、マジのとこやばい、それ。はるかはダメだよ。うん、はるか精神的行動風に弱いからダメだ。ちょっと待って。バックル？そんなにひどかったの、お前。え？見たまはいいんだけどさ、見たまは頑張ってんだけど。え？ちょっと待って、おー、見たまー！見たまー！まだだ、まだ。諦めてないけど、諦めたい！ちょっと待って。ちょっと待って。わーしゃしゃー！まだある！バックルも来た！あー、ごめん！あ、やった！あ、やった！俺やったわ。あ、やったわ。それ、おしゃれ劇の最終奥義はあれはいいんやけどさ。え？おっと、相手の攻撃、最終奥義あれはね、
これはいけてるってことです。照明管理を最終奥義であればいけてます。おどっちにしろ負けてたよ。そりゃ、そう、どっちにしろ負けてた。あれや、おしゃれ着あれ勝てる。うん。照明完了。